あなたたち早く避難してください。誰のものでもじゃなく、助け合うものじゃなく、助けに来たんですよ。おっと、よく見ればあなたたちじゃ、あなたたちでしたか。光る来たからにはもう安心だぞ。暴れた何匹のポケモンをダイマックスしたポケモンたち、どう対策ですね。考えを上げていたのですが、あなたにいるなら確固勝破が可能です。ではバトルコートに急ぎましょう。え、一体いつのポケモンかな。嘘でしょ。あー、倒された。エズマンジャー、ここは強い効果抜群のポケモンでいこう。よし、倒したぞ。効果抜群だ。よし、倒した。ギガリドス、これはポケモンソードだけのイベントなのでお間違いなく。お疲れ様です。皆さんの評価はありませんでしたか。はあ、ギリギリなんとかな。一人のダイマックスポケモンを相手にするのはやっぱ大変だぞ。ふふ、ヒカルさんはもちろんですか。ホップさんもなかなか頼もしいトレーナーですからね。へっ、褒められてないなりがニャッと上がりますぞ。もううるさいのですさ。さっきのポケモンたち、僕が面倒見ますから、心配せずに乗りですよ。ヒカルさん、お礼とは何ですが、僕のリーグカードです。ミラーリーグカード、マクワのレアリーグカード、ゲットだぜ。何か連絡あったら連絡してくださいね。それでは皆様の健闘を祈ってますよ、ということで。スタジアムの騒ぎもだいぶ落ち着いたようだな。この調子で行くと誓う。ダイマックスのトラブルも起きているポケモンストップのあと一つ、さっさと終わりにしちゃいましょう、ということで。瀕死になったポケモンに疲労回復しよう。ナックルシティに直行だ。お前ら、ナイスタイミングだな。ジムのスタジアムが限界全強全だ。ダイマックスのポケモンガロー何匹も暴れまくってさ、願い星の力を悪用されているのですよ。なるほどね、それも問題だが、まずはダイマックスポケモンもそうだろう。ま、お前ら来てくれたんだ。もう片ついた、どうも同僚だな。そのため来たんだぞ、ひな、ヒカル。任せてください。やばいな。俺たち、俺ら最強なチームじゃないか。とにかくねず、トーナメントでの、お前の準決勝、鉄号、チャスだったな。うまく俺とダイマックスポケモンを封じたろう。
今回の仲間として手分けしますからね。おう、一人ずつおとなしく聞いてやるぜ、頼んだぜ。ドラゴンタイプ、次は誰だ。オノロクスか、強い。やばいな、これは。カタラバリ、大ダメージ受けそうだ、これは。大ダメージだ、だろう。攻撃の反応で動けないやつですよ。ここはこいつで決めちゃおう。よし、倒した。オノノクスか、超強いポケモンだな。お前ら最強だろうな。本当に助かったぜ。よし、記念に1枚取っておくぜ。暴れてたポケモンだからたちな、保護してるから関係しなろう。安心し、保護してるから安心しなろう。しかる、困ったことがあればいつでも呼んでくれよな。レアカードゲットだぜ。キバナ様はいつでもどこでも駆けつけてるからろ。あと、ネズ、また勝負だぜ。今度はダイマックスなしでな。願い星、アクロラッケ、お前それを調べてるんだよ。ナックルスタジアムのお前に任せて、先に急ぎな。ヒカル、これで一通りスタジアムは全部回れたんじゃないか。シーソーコンビなら、ぶんと捕まえてるだけですね。あいつは何もしないと同じことを起こすだもんな。コンビネの道はソニー博士と禁止だってくれるからな。次は、さあ、あいつは次は、やったらズワッとやってジャキーンだぜ。スマホとも、きっと、ソニーからだ。あ、ヒカル、私ソニーだろ。私な、やっぱりな。シーソーコンビが入ってたナックルスタジアムエネルギープラントへの扉のロック解除できそう。もうすぐ中に入れそうだろう。いいか、ナックルスタジアムだからね。ナックルスタジアムに早く来てね。ソニア、電話越しでも元気だな。ナックルスタジアムはちょうどここです。ソーリア、さっき言いましたね。戻りますか。エレベーターだから今は使えないそうだ。あ、もう来ちゃった。ちょっと待って。あと一息なんだけど、あれ？おかしいな。ヌアワン。ビジ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 。あ、開いた？開いた？さすがワンパチ、お手数だったろう。ふぬーん。シーソーコンビは奥にいる。気をつけていきましょう。で、ここでポケモン。もう一回、新種のポケモン。オラ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 、扉もロックを破られ、各地スタジアムの騒ぎも解消された
解決されたようですね。さすがチャンピオン。さすがはチャンピオン。お前たち褒めたら差し上げなさい。パチ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 。何ですかこいつは。君が悪いですね。どうしてダイマックスワットをさせるんだろう。滑りは滑って、滑りの焦りは伝説。ザジアンとザマダンテの本性を暴くため、ザジアンとザマダンテはガラウチ法を作ったんだぞ。確か、モノメ。これまで私らが英雄として血族として耐えていたのに、貴様ら無限大だからガラウチを作り、そこで娘が本を借りたせいで。そうだそうだ、カズカを知れ。ま、デールのポケモンだと突然歴史が暴った。ではあいつは何だったんだ。ご主人様のお土地なんだぞ。やっぱりあんたたちガラウの王族だったのね。その当時今までも、そしてこれからもね。これまで通り歴史が正しい歴史なのだ。ホット、英雄など全ての英族気軽、本当でしたから、私の考えでは、ザジアン、ザマダンテは、はるか昔から、ガラウチ法を守ってきたんだ。では、どちらが正しいか試すとしましょうか。真の英雄ならば、ガラウの強敵に、気流入しても、神秘的になれるはず。なるほど、ダイマックスのサージはそのため実践であったぞ。まさかザマダンテたちを暴られるつもりかと、今さら理解したところで、若い弟が、上にして、最後の準備をしてあげますよ。させないぞ。どんどんノフトに上に行きたければ、我々を倒してから行ってください。ということで、ここでストーリー終わりです。また次回お会いしたと、シルネクスタイム。バイバイ。